ハジャミンです。今回は α6600 とソニー ZV-1 ブログカムですね。この2つ、はい、同時でちょっと撮影をして、同じ設定で撮ってどういう風に映るかっていうのをちょっとテストしたいと思います。その高さちょっと考えたんですけど、まあ上に乗せたら、ね、光の向きが変わっちゃうんで、ほとんど同じ場所に置きました。ちょっともしこっちにしようか。上下の違いだけで、まあ、同じような場所にちょっと2つ置いて、で、ちょっとテストしようと思います。ただ、プログラムオートで撮ってるんで、どっちもね、F 値とかは若干違ったりするんですけど、まあ、どうしてもレンズが違うから、それはしょうがないとして、ピクチャープロファイルっていって、いろんな設定撮ることができるんで、まあ、とりあえず、同じピクチャープロファイルで、同じラットを当てて、どう認識の違いが出るかっていうのを最初ちょっと試そうと思います。はい、ちょっとやってみましょう。まず、最初これ、ピクチャープロファイル10です。10と0と7だけちょっとやってみたいと思います。まず、今10、このような質感になってます。次、ちょっと、1回切って、2つとも0なしにしてみます。1回試します。はい、これはですね、ピクチャープロファイルなしで、もう取って出しですね。そのまま取った場合、こういう質感になりますよという状態になります。はい、これで、全く動画を、なんだろうな、カラーグレーディングとかなしでやると、こんな感じの映像が撮れるということになります。じゃあ僕が前々使ってたピクチャープロファイル7ですね。PP7。で、ちょっと切り替えてみましょう。まあ、こんな感じになります。ちょっと淡い感じに作れると思うんですけどね。こんな感じどうでしょう。どうでしょう。ZV-1 と α6600 の2つで固定して撮った場合、これぐらいの差になりますよ。まあ、ちょっと近さとかはね、価格に関してはちょっと距離が違うんで、まあ、ちょっと勘弁してやってください。はい、場所が違うんでね。まあ、こんな感じの見え方の違いになります。で、マイクは、まあ、どっちも、今、オフじゃない、どっちも普通のね、内蔵マイクで撮ってるんで、まあ、それがどうなるか、という話になります。音声一回やってみようか。音声一回最初、メインは多分 α6600 でやってるんですけど、一回 ZV-1 に切り替えます。せーの、オン。はい。ZV-1 に切り替えました。ZV-1 で音声こんなもん。ちょっと ZV-1 の方が近いんで、多分こっちの方が音が大きくないとおかしいと思うんですけど、マイク性能の違いは多分こんな感じですね。はい。というわけで、じゃあ次、手ブレ補正一回チェック入れましょうか。ね、一つずつちょっと撮ってみたいと思います。はい、これ ZV-1 で相当ジンバル歩き的にやってる時の手ぶれです。極力揺らさないように今やってます。極力ね、若干大なり小なりも多分揺れるとは思うんですけど、さあどうでしょう。はい、さらにですね、これが ZV-1 手持ちでこうやって自分で撮ってる場合、こんな感じに撮ることができます。はい、まあ、これ何回もやったんでね、みんなわかると思うんですけど、こんな感じで映ります。逆光これ α で全力ですね。僕の全力で。さあどうだろうかな。ブレるかな。ブレてますかね。手ぶれを極力抑えて歩いてる感じ。さあどうでしょうか。で、はい、これ α で手持ちでやってみてる感じです。こんな感じに映ります。お、逆光の差が激しい激しい。まあ、ZV-1 に撮ってるグリップを使って今撮ってるんですけど、はい、こんな感じになります。グッグ重いなめっちゃ重い。はい、というわけですね、まあ、こんな感じになりました。はい、まあ、ちょっと僕もチェックしてないんで、どんだけどう違うかちょっと分かってないんですけど、はい、まあ、こんな感じでできます。で、まあ、一つね、またここでちょっと違い出そうと思うんですけど、この iPhone とかで近づけた時ですね、背景とのボケみ、これこんなもんじゃん、ボケるの。で、こっちですけど、こんだけはボケるよね。で、どっちがものにフォーカスを当てた時に綺麗に撮れるかってなっちゃうと、まあそれやっぱ当然ね、一眼の方がいいよねって、ミラーレスとはいえ APS-C ですけど、これぐらいしかボケないんで、僕の顔とか。
こっちだったらこれがボケるんで、僕の顔パッて出してもこんなね何も分かんないんですよね。こんだけボケてると。っていう違いはちょっとあるかなと思います。あ、軽さは全然違うな、これ、うん、シャッタースピードめっちゃ出てんだ。まあ、そのね、どうしても、ね、画質の違いっていうのはやっぱ見てても出るなって正直思います、はい、自分で撮った時も同じような場所同じようなとこから撮ると親と親って見てて思うんで、まあ、そこはちょっと差になるかなと思いますね。だからアルファはやっぱりそのグリップ ZV-1 のグリップで持った時に重っって思う、重い、うん、やっぱグリップで外持ち歩くのきついかな、うん、どっちかっつったらやっぱあのストラップかけてこうやって持った方が多分取りやすいですね、うん、やっぱ自分を取りようじゃないんで、うん、アルファで自分をちょっと取り続けるっていうのはちょっと僕はあんまいいと思わないですね。重いし、重いからちょっと喋るときに今日はどこどこ来ました、ちょっと行ってみますってぐらいじゃないと手がプルプルしてくるんでプル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 ってなっちゃう。それはその点こっちは ZV-1 は全然軽いんで、もう全く問題ないです。普通にずっとだろう、ね、ちょっとな1分2分ならいける今日こう来ましたーって。すごいですね、やっぱ機動性はやっぱ当然 ZV-1 の方が全然いいですし、でもやっぱ綺麗に撮ろうと思うとアルファの方がいいなって思います。まあ、でもやっぱ前まで僕が持ってたフルサイズの一眼レフに比べたら全然軽いんで、なのでやっぱもう機動力はやっぱ上がりましたね。うん、こっちでいいかなと思います。で固定してやっぱこうやって撮るならできればこっちですよね、綺麗に撮りたいの。ピントの追随はでもこっち、うん、速さが違うな、すごいね。AF に関しては ZV-1 の方が全然いい感じしますね。ずっと瞳追随してるもんね、これ。この俺が近づいた時のこのピントの速さね、この時の、そのままでしょ、何もしてなくてもずっとパーティーできてるから、この速さこれはやばいわ。早いな、あ、すごいな、やっぱ It's a Sony だな It's a Sony ですね。はい、というわけですね、今回ちょっとサクッとですね、まあ、ちょっと梅雨の時期なんであんま外で撮影ができなくて、出かけることもちょっとできないし、うーん、ちょっと外での のテストはまだしてませんが、とりあえず最低限家の中でねちょっと持ったりとかしての、まあ、ZV-1 と Alpha のまあ、比較ですね、ちょっとやってみました。ちょっとあの露出補正とかもオートにしてあるんで、あえて誰でもできるようにってみて、オートでやったんで、どうしてもあのシャッタースピードとか ISO 感度とかね、まあ、F 値は 1.4 と2ぐらいで止めてあるんですけど、それにしかしてないから F 値だけ固定してやったんで、まあ、ちょっとね若干不安定だったりもするんですけど、完全に全く同じ環境とはやっぱできないんで、やっぱレンズのサイズも違うから全然もうしょうがないですけど、かわいいハムちゃん、かわいいハムちゃん、あー逃げた、まあ、こんな感じでね、撮ることができるって分かったんで、やっぱ僕はこれやっぱどっちもねいいと思うんで、よし悪しですね。やっぱそのボケ味を強く出したかったらやっぱアルファの方がいいし、で映像の綺麗さを求めるのはやっぱアルファだけど、やっぱ機動力求めるなら ZV-1 かな、やっぱそうですね、機動力は全然違う。でもやっぱ両方使い始めちゃうとちょっとねちょっとチープさがまた目立つような気がしますね。そこはちょっとかっこいいの撮ろうと思うと一眼かなとは個人的には思いました。あとねバッテリーが全然違うんで、こっちがフルサイズ用のバッテリーなんですよ、アルファ6600って、なので全然持つ
ットビューはやっぱそんな長時間は持たないんで、そこの差は多分出ちゃうかなと思います。はい、そこはちょっとあれですけど、はい、なので僕も迷ったんで、どっちがいいかなと、ZV-1 かミラーレスか。正直今 ZV-1 が手元にあるからミラーレスを買って比較したいと思ったんですよね、自分で買うよか。改めて、うん、ミラーレス買ってよかったと今のところ思ってます。やっぱね、 ZV-1 はさばきでいいと思う。メイン機として使うものかどうかは何とも言えない。だ、特に僕はあの家がメインなんで、家がメインだったらミラーレス絶対でも、外にも持ってってちょっと頑張って撮っちゃうかなってぐらいいいかなと思うんですけど、でも頻繁に外に出て頻繁に Vlog、 外に出かける Vlog 撮る人は ZV-1 かなと思いますね。持ち運び全然楽だもん、スマホと大差ないから。だからでもスマホよりは綺麗に撮る、かっこいい Vlog とか撮りたい、おしゃれに仕上げたいって人は僕は ZV-1 本当にいいと思います。 iPhone と同じ値段で買えます。スマホちょっと安いのに変えて ZV-1 でいいんじゃないでしょうか。で、値段がね、現時点で僕楽天で買ったんで、まあ、ね、値引きが何万円かありますけど、定価で言ったら大雑把に10万円と19万円ぐらいなんで、値段が倍違うんで、10万円の差がここにあるかどうかですね。僕バッテリーのことも考えて α 買いましたけど。というわけで今回は ZV-1 と α6600 ちょっと比較してみました。はい、まあ、若干フェアじゃない比較になっちゃってるんですけど、まあまあそこはちょっとど素人でも分かる比較って感じで見ていただければと思います。本当はね、完全マニュアル設定を同じ露出とかにしちゃった方が良かったんだろうけど、あえてそのセミオートで極力そのピクチャープロファイル使って今日綺麗に仕上げようとしたらこういう差になるよっていう感じで出させていただきました。ちょっと明るさは若干僕のミスが入ってるかもしれないんで、明るさは違っても若干ミスがあります。そこはすいません、ちょっと僕のミスだと思っていただければと思います。それ以外はちゃんと一応やってあるんで、はい。というわけで今回一応ね、まあ、映り具合と音声、まあ、あとテーブルですね、じゃシャクッとテストさせていただきます。シャクッとテストいただいて、はい、サクッとテストさせていただきました。はい、というわけで、はい、まあ、よかったら参考にしてみてください。僕はアルファかな、アルファ買って正解だったと思っています。はい、テンション上がりますよ、ちょっとね。はい、というわけで今回はとりあえず以上です。